上越大通り上越市北付近新潟県道579号上越脇野田新井線は新潟県上越市から妙高市に至る一般県道通称上越大通り通称上越大通り上越市石橋を起点に直越地区から高田地区脇野田地区を南北に従官し妙高市との市境にある寺町 IC に至る 寺町 IC 以南は国道292号、さらに姫河原交差点以南は新潟県道584号、新井中号線となり、上新バイパスの起点である上越市中国の四国 IC に至る。この石橋から一夜までの区間は、上新バイパスが開通する以前の国道18号の区間にあたる。高田地区の大手町交差点から南城町三丁目交差点に、 かけて、高田城や、市の文京、スポーツ施設を要する高田城市公園の堀に面する。4月上旬から中旬にかけては桜並木が咲きほころぶ風光明媚な場所でもある。ただしこの時期、周辺は、花見客で、終日混雑する。上越市妙高市経路上は、前日の国道18号、上新バイパスが、バイパス経路となる。寺町 ICE 北は東側。 イ南ンは西側を経由している。なお、県道579号自体のバイパス道路はない。ありがとうございます。